さあ、まずチームのメンバーには揃っていただきます。これより表彰をさせていただきます。はい、いきましょう。小野恋大賞は小野市長賞として授与されます。はい、それでは小野祭り実行委員会名誉会長でいらっしゃいます蓬莱勤小野市長より表彰状が贈られます。はい、そしてアテンドは2018ミスユニバースジャパン兵庫グランプリの細田真帆さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではマイクの前でよろしくお願いいたします。賞状小野市長賞神戸学生よさこいチーム港殿キーチームあんたらはめちゃくちゃうまかった。大歓迎、本当にもう来年も再来年も来てね。いや本当ね、あなた方がね小野の祭りを変えました。その最後のチームおめでとう。はい、賞状が授与されました。はい、おめでとう。盾が授与されました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございました。蓬莱市長ありがとうございました。そしてアテンドの細田真帆さん、どうもありがとうございました。さあ、やっぱりここはちょっとねお声を聞きたいと思います。そうですね。いや、まずは皆さんおめでとうございました。おめでとうございます。さあ、代表して少しお声をいただきたいと思います。さあ、確か皆さんは3年ほど前に小野恋大賞取りませんでした。2015年、はい、ですよね。で、去年一昨年は何賞だった。金賞ですよね。はい、3年ぶりに小野恋大賞を書いていただきました。今のお気持ちは。ですね。嬉しくて言葉なってないよね。先輩方がずっと作ってきてくださったこのチームなので、はい、またこの年にこうやって大賞を再び取らさせていただくことがいただいてできて本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、早速お隣の方にも、この小野恋大賞受賞のやっぱり勝因というかきっかけは何だったと思います。今まで頑張ってきてなんで笑うんですかみんな。きっかけですか。はい、勝因は1から3回生のもうありとあふれる元気とパワフルさで勝ち取れたかなと思います。はい、言ってくれましたね。その通りだと思います。じゃあね、盾の賞状を渡していただいて、はい、ね、演舞の準備かかっていただきましょう。さあ、これで3年ぶりに小野恋大賞ですよ。来年がまたね、そうですよ。まあ、市長もおっしゃってたように、この小野恋踊り、小野、祭りを変えてくれたチームかもしれません。はい、それでは最高のパフォーマンスをご覧いただきましょう。2018年小野恋踊り小野恋大賞受賞神戸学生よさこいチーム港レディーゴー。会場にお集まりの皆さん、こんばんは。神戸学生よさこいチーム宮田です。この度は小野恋大賞という大変素晴らしい賞をいただき、美男中一同非常に嬉しく思っております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。我々みなとはチームコンセプトとして会場に感動を掲げております。この大賞演舞も我々の本気を演舞にぶつけてこの会場に感動を届けたいと思います。精一杯演舞させていただきます。ご声援手拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは日の本攻める棟梁清盛神戸の地、新たな風を。死の者の勇み立ち
2018年おのこい大賞受賞チーム神戸学生よさこいチーム、港に大きな拍手を